チャオ、あっちゃんです。今日朝じゃないわ、昨日の夜ね、ちょっとねテレビ見てて、もうねちょっと前の話になんねんけどもね、あれがやってた、あっちゃん前にも、YouTube でチラッと話したと思うねんけど、何だったっけ、保育園に落ちた日本死ねっていうね、ね、働くママの嘆きっていうのね、それ共感したことちょっとちらっと話したと思うんだけどね、それのことでなんかね国会で話があったみたいなんですね。はい、で民主党の女性議員がそのことについて、自民党の安倍首相とかにちょっと答弁してたんですね。それに対してね、安倍首相が匿名である以上信憑性がとか、誰が言うとかわからん話信じられへんみたいなことを言ってたんですね。いやいや、それ安倍首相が信じられへんやろって思いました。はい、でそれだけじゃなく、自民党のね周りの他の議員のやじ、誰の声だ、出典はどこだ、いやじゃないでしょうと。はい、現に保育園が足りにくって待機児童がいっぱいいて働けないお母さんいっぱいいる中でね、それは国のね周知の事実やと思うねんね。日本人である限りっていうか、日本人の代表である国会議員である限り、その話は分かってるはずなんですね、誰が言おうがね。のに対策取るどころか、それに対して文句を言う、やじを言う、それに信憑性がないからどうのこうの、対策ができないみたいな、いやちょっとおかしいでしょって、ちょっとあちゃん昨日ねムカッとしたんですよね。はい、で昨日夜ねこの動画撮ってあげようかなと思ってんけど、ちょっとねまだ子供も寝かしつけなあかんし、バタバタしとったからね、今日朝になっちゃってね、怒りもちょっとまあ冷めて冷静にお話できるかなって思う。昨日やったらもっとちょっと怒りで、怒りのなんていうかな、 YouTube になってたかもわかんないんやけどね。はい、今日はちょっとねそれねちょっと要はなんていうのかな、ちょっと話したくなって今ちょっと動画撮ってます。はい、でね、それ誰の声だとか、その出典はどこだって、これがね国民が選んだ国会議員って国民の代表の意見かって、恥ずかしいやじ飛ばすなよって思ったんですよ。もうそんなこと言ってる時点でね、なんていうかな、品格疑いますよね。はい、それがね飲み屋でなんていうかな、待機児童もおらへん、ちょうどだから言ってみたら一番困ってない世代のおっさんとかがね、酒飲みながら、お前ふざけんな、誰言うてんねんとか、そんなもん関係あるかいって言うねんとわからんでもないですよ。それが一国会、一っていうかもう国会議員もうね、どうせね民主 VS 自民みたいになってるから、民主党の意見に対してやじ飛ばしたり否定するのが自民党やと思うから出た意見やと思うねんけどね、ちょっと考えたらそんなやじ飛ばせへんと思うんよね。これは民主党が言おうが誰が言おうが、あ、そうですねっていう話だと思うんです。はい、それに対してそんな、なんていうのかな、誰の声やってアホちゃうって思いました。はい、はっきり言って、それがね、誰の声やって、それも待機児童持ってて待機児童持ってて働けへんで困ってる親の声よ、親たち全員の声よ、それを代表してあの女性はブログに書いただけよ、他のみんな書いてないけどそう思ってるよ、気づけよ国会議員って今日はっきり思いましたね。はい、あっちゃんももうね待機児童いてないよ、でもね分かるよ気持ち、あっちゃん住んでる奈良の田舎は待機児童ゼロなんよ、田舎やし、まだまだもっと保育園幼稚園の生徒増やせるぐらいの規模なんよ。でも都会の方の人でね困ってる人もっといてるね、でも気持ちわかるよやっぱり、それが普通の人でしょ、それが人間でしょ、はいって思いましたね。はい、でねこれがね仮に何て言うのかな、別に待機児童持ってない人がちょっとその国会にねなんかこう問題を投げかけようと思っていたずらでしてたとしてもね、この意見まとえてるよね、と当たり前のことやし、現実待機児童で困ってるお母さんいっぱいいてるもんね、それが現実やってあっちゃん思いましたね。その現実を逃避してんのか、なんでそこにそれが誰が言うたかわからんから対策できへんっていう国のトップ、それに助長して、調子に乗ったやじ飛ばすバカ議員、
ふざけんなよって思うよね。うん、それが日本の代表か、日本第一党か、それが、それが自民党が国民のための政党かって思った。うん、ほんまふざけんなって思ってね。うん、だからやっぱりね、ちょっとこう今日もね、そういう文章をちらっと昨日ね、あのメモ帳にちらちらってちょっと書いとってんけどね、忘れるっていうか、忘れるどころかだんだん腹立ってきて、やっぱりね、今日朝になって冷静になったけど、また腹立ってきた。でやっぱね、あのこのね、なんていうのかな、お母さん、まあ確かに口が悪い文章よ、うん、まあ、文面すごい悪いよ、でもその内容ちゃんと読んだらな、あの心を痛むっていうかな、魂に響くのがほんまの日本人ちゃうのって、それが大和魂ってもんちゃうのって思ったんよ。だから安倍首相とか自民党のトップはほんまに日本人な、大和魂持った人なって思った。日本人ってもっとなんていうのかな、優しくって人のためにっていう、その美徳なんていうのかな、心の綺麗なんか日本人違うのって思うよ。なん殺伐とした、まあ日本から見てこれ偏見やと思うけど、外国人は殺伐としてる、日本人はおもてなしの心とか、日本最高って外国人が来て言ってるってなわけないよ。それは一般市民のほんまにこういうね、あの保育園落ちたから意見出してる人、それに対して頑張れよって言ってくれる、言ってる人たちとか、それに対してデモをしてる人たちとかはそうかもわからへんけど、国のトップ連中はそういうおもてなしの心ゼロやって、だからクソみたいなことに金使って、うん、こういう大事なことにお金使わへん、クソみたいな、ね、クソ議員、クソクソ言い過ぎてるけど、クソ議員のアホみたいな高い給料取って、一般人の平均給料とか、そのなんていうのかな、生活に苦しんでる、その、うん、片親とかで働けへんとか、一生懸命頑張っても生活が苦しいって言ってる人間の収入見たことある？だからそんなアホみたいな給料取れんのよ。それで議員辞められへんのよ。そんなもんかねって、お前議員になれよって言われたらそうかもわからへんけど、でもそうじゃないんよ。議員って給料をもらうために行ってる連中いっぱいいてると思うけど、そうじゃない。国を良くするのが議員ちゃうの。昔ね、うちの近所に議員してたおばちゃんがいた。もう亡くなっちゃったけどね。その人が言ってたけど、家が貧乏になって、借金してでも徴用するためにはわし出んねんって頑張ってた。それがほんまの議員さん違うの。だから、昔の議員さんって、なんかなんていうのかな、お金持ちの人が多かったね、うちの近所ね。あっちゃん生まれる前からの議員さんってお金持ちで、なんていうのかな、なんて言ったらいいんやろ、資産家さんが議員さんになってた、町長さんとかになってた。で、資材を投げ打ってでも徴用する言うて、自分のお金使って徴用してた人がいっぱいいた。まあ、よくはなったかな。でも奈良のね、田舎の割にね、昔は良かったんよ。旦那さんって言って家で座って何も仕事もせんでもお金入ってくる人っていっぱいいたんよ。その人らがお金をばらまいたりしてたんよ。そんな人最近いてないよね。うん、なんかそういう人らがやっぱ町を要してきたんやと思う。国を要してきたと思う。全てとは言わへんよ、今の国会議員ね。全てがダメやとは言わんけど、ダメなトップが多すぎるっていうか、第一党のトップがダメ。もう安倍首相自体がダメやと思う。流しでいいと思う。安倍首相のやり方おかしいよ。でそれについてくる変な言い方、あのね、ようお父ちゃんが言ってたけど、パッチの尻クソやってほんまにね、あの党首に逆ろうたら自分の議席なくなるかわからんからって、間違えた意見でもはいはいはい言いすぎ、それ自分の意見やと思って恥ずかしいと思えよって思ったよ。うん、これね、やっぱそのあっちゃんの思ったんが、アホみたいなヤジ飛ばす人間っていうのは、国会議員ってさ、待機児童持った人いてないでしょ。国会議員なんてさ、自分の力でさ、まあ自分の子、まあじいさんばっかりやから、自分の子供が待機児童って、もう自分の子供がもうね、子供作ってる人ばっかりでしょ。ひ孫おる人もいてるんちゃう。だから分からへんのよ。でもし孫がいても、自分の議員の力使って保育園ねじ込んでるでしょね、そうやって待機児童で困ってる人なんかいてないでしょ。だから分からへんのよ。一般市民の苦労味わえっていうね、そういうことやね。であっちゃん思いましたね。はい、でね、
8チャンネルで、まあ、以前この話もしたけど、低評価を一人だけ押してる人がいます。その人は多分ね、待機児童持ってへんし、この苦しさの分からへん人やと思います。まあ、別にね、低評価を押したことが悪いんじゃない。一般、全ての人が、あっちゃんの話が正しいって思う人もいてないと思う。あっちゃんに反発する人、あっちゃんの意見間違ってるって思う人っていうか、間違ってるかも分かんない。あっちゃんはあっちゃんなりの話してるだけ。うん。それに対して、いや、違うよっていう人もいてて当然やと思う。だから低評価を押す人がいてると思う。まだね、コメントとかで、そんなネガティブコメントはないけども、そうやって低評価を押す人もいてると思う。でも、低評価を押す人は押す人なりの意見もあると思う。うん。それはそれでいいと思うね。うん。でも、やっぱり、なんていうかな、その低評価を押した人っていうのは、一般の人でね、待機児童に悩んでないから分からへんだけの、からそういう評価になったんやと思う。うん。だからそういう人はいいと思うね。飲み屋で、お前誰言うてんねん、そんなもん。匿名で、お前ふざけんな、そんなもん。言いたかったら自分をお前国会議員になってやれや、っていうおっさんの意見と一緒やと思う。それでいいと思うね、一般の人は。でも、国会議員のあのやじは、もう人間としてのレベルの低さっていうのもあっちゃん、思いました。うん。もう人間としてのレベルの低さ、伺えるよって、こいつほんまアホちゃうと思ったんよ。だから一般の人があれをあのこと言ってても、別にあっちゃん腹立たへんよ。うん。まあこの人は、待機児童持ってへんか分からへんだけなんやって、まあ、世の中広い目で見れへん人だけなんやって思ったそれでしまいやけど、それを国の代表としての国会議員がやったからめっちゃ腹立ちました。はい。だからね、前にも他のことで、自民党安倍首相のことでね、悪いってことだけど、安倍首相って独裁政権作るんちゃうのっていうの書いたんよね。どっかに書いた、悪の大王安倍晋三の日本独裁国家計画って、ナチスと同じ道を行くみたいな、そんなこと書いてあるね。それね、高評価をしてくれた人、高評価今のところね3つ押してくれてます。低評価4つ押してます。低評価4つ押してくれてる人、当たり前と思う。あっちゃんの言ってることはちょっと極論すぎるし、あっちゃんは自民党が嫌いなわけでもない、民主党が好きなわけでもない、別にだから共産党が好きなわけでもない、どこの党が好きなわけでもない、ただ日本が好きな、だから日本を良くしたい、日本をせっかくってないけど、70年前の戦争で多くの犠牲払って、あっちゃんのね、ご先祖さんも戦争で亡くなりました。はい。兵隊で亡くなりました。で、ね、戦没遺族者としてばあちゃん苦労しました。それの経験を70年経ってバカども、ゆるいバカどもはそういうことを忘れて、また独裁国家を作って徴兵制を推進しようとしてるっていうことに対して、あっちゃんは怒りの、YouTube を上げたわけなんですね。それに対して低評価を押す人もいて当然やと思います。それは中国とかね、北朝鮮とかが日本攻め込まれんねやったら、こっちも軍隊持たなあかんって思う人いてても当然やと思うし、うん、安倍首相が、うん、独裁国家言ってみたら、金正日みたいになって、お前ら戦争行けたら、はい安倍様言うて行く人がおったら、あっちゃんの低評価押せばいいと思う、うん、でもあっちゃんはそういうの嫌なん、平和で楽しく暮らしたい、だからこの意見ださ、それに賛同してくれて高評価押してくれた人もいてます。はい。それは言論の自由です。はい。低評価をそうが高評価をそうが、それは一般国民の自由です。はい。だからあっちゃんそれに対して何も言いません。あっちゃん別に低評価をされようが、全然言いたいことも書くこともありません。はい。ただあっちゃんが言いたいこと言ってるだけです。はい。で、なんかのねコメントに、出先のわからん、ことに対して何かを書くなみたいなことを書いた人がいてたんね。ちょっと待ってね。きちんと信頼できる資料を集めてからアップしましょう、アップしましょうって書いた人もいてます。はい。信頼のできる資料って何よ。何が信頼できんの。表立って出てるマスコミのメディアが言ってることなんか信頼できへん。裏でどういう話で動いてるか、日本どころか世界中ね、裏でどんだけ動いてるか。だから秘密保護法があるんよ。うん。だから表立って出せないことっていっぱいあるんよ。陰謀論で片付けられてるけど、うん、世の中後で出てきたすごいこといっぱいある。
だって、ね、何年も前に民間人の船を沈めた話、これもね、もうまたね、またこういうもやっとしたことを言うとね、ちゃんと資料調べろって言われると思うけどね、イギリスかな、どっかの海軍がドイツの貨物やったっけ、逆やったっけ、忘れたけど、沈めたね。それは軍事的にやった、空爆したりとかな、なんかそんなんで沈めたっていうのを何年か経って出したとか、いっぱいあるよ。だから911のテロも自作自演とかね、まあいろんなそんな話があるけども、そういうところも見ていかないとね、どこに真実があるかっていうのは自分の目で見極めないとわからない、だからそれが自分でこうやと思ったことは、こうやって公表していかないとみんなの目に触れない。だって物をまっすぐから見たら何も、これだってそうよ、あ、これじゃないわ、あ、これ、こっから見ると長方形なんよ。でもこの角度から見たら丸よ。ね？でもこの角度から見たら円柱よ。みんなこうやって長方形しか見てなかったら、世の中丸いものも円柱なものも見えないんよ。だからあっちゃんは斜めからものを見ます。斜めからものを見てこうじゃないのかなって思ったことはみんなに話します。それでいいんやと思う。でも今回ね、ちょっと話外れたけど、待機児童に対して、出先がわからん、誰が言ったかわからん、匿名なことに対して、そんな話に取り次げへんっていう国のトップ。で、それに対して、なんていうのかな、誰の意見や、出展者が誰やとか、ぐだぐだ言ってる、やじ飛ばしてるバカ議員、ふざけんなって思った。それが国のトップのすることがあって。はい。だから今日あっちゃんちょっとね、臨時的にこういうね、お話にしましたけども、これはほんまに腹立ちました。はい。ということでね、また17分も喋ってるからね、長い話になるんで、この辺でちょっと聞きたいと思いますけどもね、はい。これに対してご意見とか、いや、それあっちゃんに言ってること賛同するよとか、あ、お前ちゃう、間違えてるわ、お前が間違えてんじゃん、ボケって言う人はもうコメントください、どんどん。はい。あっちゃんそんなんで、そういう、あっちゃんはこういうところをこっちから見てるけど、こっちから見た人の意見も欲しいから。やっぱりみんなの意見も欲しい。だから、バンバンコメントくださいね。はい。と思います。はい。ということで、今日のあっちゃんの、雑談動画はこの辺で終わりにしたいと思います。では、またね、待機児童が減ることを願ってます。